横浜馬車道のクロコダイル専門ブランド馬車道今井です。今回紹介するのは馬車道今井で好評のレザージャケットの完全フルオーダーの紹介になります。でこちらのお客様は女性のお客様なんですけれども、今回いただいたリクエストはですね、画像というか映像というか、その中で男性が着てたコートをもとに、かっこよく、それになるべくその、忠実に、形を再現をしました。でこのお客様に合ったサイズ感でお作りをさせていただきました。黒の部分は羊の皮になります。で最大のポイントはですね、このワイン色に型を使用したこのワイン色の皮なんですけれども、これは型を使用して皮から作ったものになります。この型押しとこの色がこの好みのワイン色に出るかどうかっていうのが最大のポイントでした。で映像の中からこういうベルトの裏にもこう、こっちは黒、こっちはこの型押しのワイン、こういうふうにしてたので、こういうところも真似をするというか、どこまで近づけるかっていうので、お作りをしたものです。あとはこういうボタンもこのお客様の、リクエストでくるみボタンにしております。でこういうポケットのカットとか、ここの、胸の切り替え位置、その映像のなるべく忠実に真似できるところは最大限に真似をして、このお客様の体がきれいに入るように職人ジャンさんと一緒に作りました。この袖口のここにも裏側はワインの型押しの皮を使っております。でフルオーダーの場合はですね、採寸をして一度こういう、シーチングサンプルを作ります。でこういうところは修正をした後なんですけれども、一回ファーストサンプルを作って若干こう修正をして、それからこう本番を作るっていうようなことをしております。で皮ももちろん国内で一番いい羊皮だったりバファローだったりいろいろ調達するんですけれども、今回は羊です。で羊の中でもツヤがあったりなかったり表情がいろいろなので、そういうのもお客様に見ていただいて、お客様が一番いいと思うもので、それを選んでこう作りさせていただいております。本当に完全フルオーダーになります。なかなかこういうのを国内でやってるところは少ないんじゃないかなと思います。で職人じゃもう本当にベテランなので、毎回毎回好評をいただいております。であと国内でこのレザーコートジャケットを縫える職人がもう数人しかいませんので、その本当にベテランの一人二人を捕まえて最終的にこう本番の制作は縫っていただいているので、本当に国内でできる本当にスペシャルな一着ではないかと思います。いろんなリクエストに応えられる限り完全フルオーダーでお作りをさせていただいております。これ後ろ の, スタイルになります。バックスタイルでこだわったところはですね、この映像の中にこういうラインが入ってたので、ここをより一番近づけるっていうところと、細かなところなんですけど、この幅とこの幅も、こういうところもその、元となったところ、元となった映像と一緒に近づけております。でもちろんこのお客様の体にいかに沿って美しいラインが出るかっていうところにこだわったんですけれども、本当にすごくいい感じで出来上がっております。いかにそのラインを似せるかっていうので、こういうステッチなんかもどういうふうにステッチを打っていくかっていうところなんかも一緒にお客様と決めてこう制作もしております。このコートは基本的にはトレンチコートの形なんですけれども、映像でどこまであれ分かるかなんですが、若干これがこう広めの大きさになっているんですね。ここもデザインの大きなポイントでした。このラインを出すのも結構相談しながら、このぐらいでどうですかっていうのでこう決めていきました。内側になります。こういう感じです。ここの革使いも、型押しした革使いもこだわったところです。あとこのペイズリーの柄です。このワインのペイズリーにこのワインの革はなので、しつこすぎるかなと思ったんですが、ですごくお客様とも迷ったんですが、やっぱり女性はこのぐらいあって大正解っていう感じです。すごく華やかにこうやって開けた時にすごく綺麗だと思います。すごくいい感じで出来上がりました。